れそれですか、それですか。昨日買った。練習頑張って。どういうバット？なんか SSK のトレーニングバット。はいはいはい。じゃあそれたくさん振り込んで、はい、トレーニングバットでレンディするみたいなんで。はーい。ではまず、イルマボーイズさんの監督さんに、はい、お越しいただきました西村さんですね、はいはい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、改めましてイルマボーイズ監督やってます西村です。設立はね18年の秋ということでね、それまでの歴史は30年ぐらいはあるんですけれども、まあちょっと、人の関係でねなくて、18年にまた秋から再開したという感じです。で、まあ、当初はね今もう卒業しましたけれども、最初に3年生として2人入ってきたんですけれども、はい、まあ、その後ねいろいろね練習も工夫をしながらやってたんですけれども、まあ、人数が少なかったんでね、はい、いろいろな基礎練習からやるということで始めました。その後のね、今年卒業する3年生も最終的に2人ということで、はい、まあ、最初はね、チームとして試合ができなかったということがあったんでね、他のチームと合同で、練習試合とか大会とかを臨んだということです。で今の2年生がね、まあ、1年生で入ってきた時に11年入ってきて、はい、やっとワンチーム、試合ができるようになって、今の1年生が6名ということで、はい、全部で16名が今活動しているということです。はいはい、チームのね指針としては、まあ、とにかくね、中学生から高校生になるまでのね野球の準備期間ということで、人としてねこれからしっかり、やっていく上でね、思いやりとかそういうところをですねしっかり、見つけてもらうということをね中心に、まあ、基本練習というのがねもちろん、大切なんですけれども、まあ、とにかく中学の間はね基礎体力に、とにかく野球を楽しくやろうということ、はい、それと、野球を知るということで、積極的に自分で考えてね積極的に行動するということ、チームワークということでね、まあ、うちのチームはね、選手の中でみんな仲がいいのでね、はい、でその中でもねメリハリをつけてしっかりやるときにはやるということで、まあ、先輩後輩関係なくね、指摘事項は全部言えということでね、はい、やってますので、はいはい、上下関係なく上部関係なくね、まあ、楽しくやりながら厳しくやるところはやるというところでね和気、はい、あいあいとやってます、はい、まあ、そういうチーム方針でねやろうかなっていう感じですね。なんか様になってるね。いいじゃないですか。重たい？いや重くない。軽い？マジで？に見たいっすね。おっ、おはよう、落ちた。成功した、あげよう。成功した、成功した、越した、今あげよう。あげる、あげる、あげる、あげよう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 、あげます。オープンワールドってわかる？聞いたことない。はい、最近 YouTuber が結構グローブとか出してた動画を、オープンワールドっていう、そのバットで、やられてるところが、はい、まあね、ありますんで、うん、はい、今はね厳しく言ってもね、なかなか難しい時代にもなったっていうのもあるんで、はい、まあそういうところはね自分で考えてやるっていうことになるとね、やっぱり自分たちで決めたということで、ね、しっかりそのやろうということでね、キャプテン山岡を中心にね、しっかりチームをまとめてもらって今頑張ってやってるところですね。どんな選手が
多いですか？うちはですね、小僧というところのホームランバッターっていうのはいないんですけれども、はい、まあ、確実にね、ヒットを打って、つないでいくという選手が多いんですけれどもね、はい、まだまだ発展途上でね、いろいろやっていかなきゃいけないことはあるんですけれども、はい、野球ノートというのを書かせてるんです、はい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 、で毎週土曜日に、はい、持ってこいということでね、野球に関することで自分のその日の反省とか、次こうしたいとか、まあ、将来的にこうなりたいとかという大きな夢も書かせたところで、はい、まあ、日々の練習でね、こういうところがこの間はこの練習ではダメだったと、じゃあ次はどうするというところもね、人に伝えるということがあるので、しっかりね、国語の勉強も兼ねて、はい、文書で、しっかり相手に伝えられるように書いてきますので、でそのノートはね、もう監督との日記、交換日記みたいな形でやってるので、うん、はい、全ての思いを全部それに書いてこいということで、ね、だから正直にみんな書いてくるので、本人の本当の気持ちが分かるんでね、はい、まあ、みんな選手一人一人の性格が違うんで ね、 そうですね、同じことをやれてもできないと思えば、はい、ね、それが増えてっていう子もいるんでね、はい、まあ、それはノートのところでね、しっかり、に合った指導をするというところをね、やって、まあ、そういうノートを、やり始めたという感じですね。はい、現在11月、まあ、末ということで、はいはいはい、来年に向けて、うん、多分選手、新しい新入団選手募集してるとは思うんですけど、はいはい、今いろいろですね、はい、指導者側の方もね、はい、小学生の方の野球の方も、ね、はい、まあ、挨拶したりはしてるんですけども、はい、今の1年生がやっぱり6人なので ね、うん、そうですよね、なんとか入れないと、はい、入ってもらわないとね、あるところではね、まあ、会見で、来させてもらうというところもあるので、はい、うん、まあ、本格的には12月入ってから、しっかりね、そうかなとは思ってます。はい、うちのチームはね、まあ、こういう感じでね、本当に楽しく、チーム一つになってね、何でも言い合えるね、先輩後輩関係なくね、わきあいあいとやりながら、やるところはしっかり締めてやるというような、ね、メリハリをつけてやってますんでね、はい、で指導者の方もね、しっかり、高校で、ね、やってた、大学でやってたっていう、ね、指導者、しっかり指導者もいますのでね、はい、そういうところは全然問題はないかと思います。チームとしてまた成り立たないので、まあ、本格的には12月入ってから、うん、ぜひ、今坊さんに来ていただきたいなというふうに思います。はい、今回、ご紹介させてもらいました入間ボーイさん、新1年生募集ということで、中学上がるときにぜひとも1回体験に来てもらって、はい、入団してみてはいかがでしょうか。はい、今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。どうしたどうした、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。